大阪サンスポの渡辺です。今日はね、新潟二歳ステークスの追い切りについて話したいと思います。離島はちょっと今回出走登録4頭なので、その4頭を今日全部追い切ったんですけども、その中で一番良かったのが、ハンドで追い切ったヌグランフリソンですね。この今日里のアッシュと合わせるまで、4ハロン52秒8、ラスト12秒8ということで、今回ね、この馬の販路の自己ベストをマークしてましたし、最後ね、ちょっと首差遅れてたんですけれども、本当ね、途中はパワフルなね、書き込むような走りで、ちょっとまだ若さも目指すんですけども、力強さの方が、この時計よりもね、動きが上回っていったというふうに思います。初戦はね、販路で56秒1で、デビューして、それでしっかりとね、今回と同じ舞台の新潟を逃げ切って勝ってますし、状態の方もね、一回使われてさらに良くなっているということを、もう陣営の方も言ってましたし、今回このメンバーでも期待できるんじゃないかというふうに思いまして、4頭の中でね、この一番良さそうなこの、ルグランフリソンを挙げたいと思います。以上です。